アントワネット・ドメロードは、モナコ公、シャルル3世の日。モナコ公妃、アントワネットのモンショーブリュッセルで、ベルナード・メロード伯爵と、その妻、ビクトワールの第六子として生まれた。1846年9月28日の、アントワネット18歳の誕生日に、モナコ公正子シャルルと結婚した。これは、姉のルイーズと同時の結婚式だった。 裕福な観光客を呼び寄せるために、モナコの発展を進めていたシャルルは、この結婚の豊かな持参金のおかげで、モンテカルロの開発に資金を提供することができた。一方、アントワネットは、自分のために、フランス北部のマルシェ城を購入した。1848年11月13日、パリで、長男アルベールを出産した。その8年後、 1856年にシャルルが即位し、モナコ皇妃となった。1864年2月10日にパリで35歳で死去し、モナコのサンニコラ大聖堂に葬られた。アネルイーズの娘は、スペイン王妃になったマリーア・ビットリア・ダル・ポッツォ・デッラ・チステルナである。ありがとうございます。